この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。イエーイ。さあということで、はい、3人でもう1月ですけど、はい、今回ひなちゃん、はい、あれなの、重大な発表があるのよ。え、お疲れ様でした。え、嫌です。お疲れ様でした。嫌です。お疲れ様でした。今まで首ですか。ありがとうございました。いや、卒業ということですね。嫌です。嫌ですか。はい、まだいさせてください。まだいさせてください。まだいさせてください。まだ入ったばかり、はい、何期生でした。まだ4期生です。4期生ですよ、はい、なんと、ま、今回残念なお知らせが、はい、今回の放送で、はい、藤村椿さん、はい、卒業です。ありがとうございました。400回を超えたボートの時間の1回目の放送から番組を一緒に盛り上げてきてくれた椿吉こと藤村椿、この度ボートの時間からの卒業を表明したのですが、一体何があったのでしょうか。ちょっと卒業させてもらうことになりました。なんでなんでなんで。結婚。違います。いや違うんかい。結婚かと思った。結婚かと思ったんだ。え、これででも1期生ゼロになるんですよ。そうですね。そうですよ。最初だってアリーサと秋葉ちゃん と私で、最初3人と長嶋さんで4人で最初やらせてもらってて、事務所関係でやっぱり日向が入ってきたから。そうですね。いやいや悪っ。日向がちょっとこうグイッと来たんで事務所にお前もそろそろ、うん、もうそろそろええよ。もうそっか、こう、後輩にもうそこ譲れと。今回なんかさ、もうほんまそうやって思うで、はい、卒業ってさ多分分かってるはずやん、はい、もう今回は、うん、あの椿さんの卒業の会なんで、うん、日向さんあの一緒の事務所やし、うん、ここはもう出てください、はい、なってるはずやのに、はい、グレーで合わせてくるとか。知らなかった。知らなかったです。知らなかった。私グレーで来るって知らなくて、うん、たまたまです。たまたま、うん、グレーで来てもらって、はい、卒業やのにグレーのかぶり。やらかしたな。これやらかしたなって。ほぼ同じファッション。いやほんまやね。同じすぎるよ。それは全然。何そんなにビッグじゃない。ちょっと泣きそう。田中慎一郎選手です。お疲れ様でした。ありがとう。やばしい泣くやん。ちょっと待って待って待って、怖い、泣いてますよ。ちょっとカメラ止めて、これはもう絶対にカメラ止めちゃダメです。もうちょっともう30なんて涙腺緩んでるんですよ。こっちまでもらえそう。全く気づかなかった。全然途中でちょっと気づかれたんかなと思って。なんかえらい喋ってた。いやそうなんですよ、あのサプライズだからって言うのを聞かれてたら終わったなと思って。全然分かれへんかったけど、田中さんっていう声聞こえてて、で何と思って、なんか田中さん、ほら気づかれてるやん、来るんかな。いやでも気づいてんの。いや全然気づいてないか。いや別の田中さんかなと思って。新一郎選手とは思わなかった。新一郎選手とは思わなかったです。田中さんってやっぱいっぱいいらっしゃるんで。いっぱいいるから。新太こと田中慎一郎。新太とつけたことはロスなんで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごい。じゃあ田中選手ちょっと横座っていただいて、はい、サプライズで椿吉の卒業を祝いに来てくれたのは大阪支部を代表するレーサー新太こと田中慎一郎選手。田中選手を新太と気軽に呼べるのは椿吉だけです。さあさあさあ、ということで改めまして田中慎一郎選手でございます。よろしくお願いします。なんで、はじめまして。ちょっと待って。はじめましてです、私。なんでいるんですか。いや、今日卒業や言うから。そう、卒業するから。本当はコメントを、動画で撮っていただいてもいいんで、もしコメントいただけたらって言ったら、いやいや、行くよ。せっかくなんでね。ありがとうございます。とんでもない、だからもう1期生で、始まった第2回の放送かなんかで、二人でロケ行ったんですよね、最初。そう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 。私長嶋さんとロケする前に、そうよ、そうそうそう、そうですよ。新太と、新太って言うなで。その時に言ってたもんね。天満巡り。はい。
ほんまやな、これだけでも若いな。若いな、長嶋さんも若い。若いよ。あ、ほんまや。ボートレーサー、こちらに注目したいと思います。これ第2回でしょ。ボートレーサーのプライベート。めっちゃ若いやん。めちゃくちゃ若いな。誰覗いてきたの。新田です。誰言ってる。もう言ってる。この新田ですで、だいぶボートレースファンには一回荒れましたからね。え、なんで。田中選手を新田って言うなんて。え、マジで、はい、だいぶアンチきました、ごめんな。俺が読んでいいよって多分言うたはずやね。ほら、だって新田の休日。わー、若い。田中さん若いな。8年前で何歳。俺40代やな、まだ。せこれ小学校や。あ、行った。僕が住んでたマンション。めっちゃ覚えてる。めちゃめちゃ覚えてるわ。昨日も飲んでた、ほうれんで。あ、そうなんですか。おとといも飲んでた。はい、すごい。結構通ってるんですか。ここ行きたいな。向井さんとか横とかもして変わってるもんね、はい、あ、そうなんですか。やっぱあのコロナ禍とかいろいろ。でもずっと続いてるから。てか千草さん、これ本店でもう一個あるんですよね。うん、あったんやけど、はい、そこ閉めてこっちに戻った。そうなんですか。戻った。行きたい。これほんまにガチで先週行きました。一部さ、うん、マジなんで今思い出すの。はい、思い出した。うわ、めっちゃ行きたいな、一部さ。うわ、うまそう。僕のおすすめ、はい、やっぱね、一部さ駅。一部さ駅、いや行きたい。こういうロケしてたやん。またやったら、はい、もうできるんじゃない。もうそろそろできるんじゃない。行こう。行きましょう、ちぐさで。いやいや、ちぐさじゃなくて、ちぐさで。あの、ぜひ行きたいです。どこ連れててくれるんですか、うん、何が、うん、違うよ。どこ連れててくれますか。どこ連れててくれる。そのね、ドンキホーテで。いや、近いな。近い。ついでやめてくださいよ、うん、確かに、ついでか。パチンコ、誰が先に。いや、出るか。いや、パチンコ、俺予想できんから。そうですね、パチンコ誰が一番かかるか選手権は面白いかもしれない。俺は、俺はできるから。いや、そうです、そうです、うん、こういうロケをやってました、はい、ってことなんですよ。いや、でも本当に改めて椿さんお疲れ様でしたね。ありがとうございました。本当は初めにだから田中慎一郎選手で、はい、だから本当家族会とかの時も、はい、そうですね、田中選手が審判の時に、ね、のアシスさんと、はい、していただきましたもんね。そうです、そうです、そういろいろと。いや、本当本当になんか思い出深いです。思い出深い、一番の思い出教えてよ、じゃあ。一番の思い出は、でもやっぱりあの最初のロケ、うん、はめちゃめちゃ覚えてます。でもお好み焼き屋さんあんま覚えてなかった。覚えてなかった。まあ、ロケっていうのは覚えてて、どこ行ったかっていうのはやっぱり、ね、もうだって自分で頑張らなあかんもんね。そう、でもやっぱロケはやりましょう。めっちゃ楽しいもん。じゃあ、あなた卒業なんですよ。そのロケを見に行こう。 やっていく、見に行きます。そのロケを俺、はい、違うだから、あなた卒業なんでやりましょうじゃないですよ。やってください、ぜひ。やりましょう、やりましょう。それひなちゃんもやりたいですけど、でも最近はもう、椿さんはサウナなんか、うん、あのインスタグラマーみたいやってるんで、はい、サウナーなんや。サウナーなんです。そっちを真剣にやりたいそうです、はい、サウナ好きですか。そう、はい、これからこれからこれから、これから茅原選手と、はいはい、ちょっと整えに行くんです、ね、教えてもらいに行こうと思って。そう、だからサウナとかそういうなんかいいとこの個室的なところとかあるじゃないですか。あるあるある、今流行りの、はい、あるある。そういうのはもう彼女が全部今、はい、大阪にも、大阪にもたくさんあります。でそこで、あれ、あれ収録したの。いや、だから卒業なんですでもいいですよね、あの先生ぐらい減量、ね、そうですよね、サウナ好きな人多いじゃないですか。おいおいおい。なので、うん、このサウナロケっていうのはだから椿さんおすすめのとかでまたサプライズ登場していただければ あ、はい、あ、いいね。ぜひそういうので OB で出させてください。なんかあれでしょ、アロマとかにこうやって石とかにこうやって書く、はい、ロウリュしてロウリュしてね。これができないですか。熱波できます。あの試験受けに来ました。すげえ、熱波師の試験持ってるんですか。はい、持ってます。じゃあこれ熱波師として今度出てもらって。熱波師として出れますよ。あのオファー待ってますんで、皆さんぜひお願いします。番組を卒業してもボートの時間ファミリーです。サウナロケの時は熱波師として登場してもらいましょう。誰が耐えれるかとか。そう、誰が耐えれるかもそうですし、我慢ゲームだから、それこそ貝原選手行くんやったら、うん、田中選手と貝原選手がプライベートで熱波師で呼べよ。あの、ぜひ呼んでください。あの出張熱波師できますので。菊池浩二も大好きなんです。はい、あ、そうですよ、うん、
結構多いんちゃうかな。出張年パスできますね。出張年パスできます。あの貝原ゆうき言うときます。はい。出張年パスいるね。紹介できる。ちょっと待ってください。急にめちゃめちゃ稼ぎ出すじゃないですか。出張年パスが。いいね。いいですね。いいですね。あ、それいいやん。はい、いやでも新たな道。選手も喜んでくれると思うんで、頑張っていただきたいと思いますけど、はい、もう本当お時間もお時間ですが、田中選手、はい、2024年。ついでじゃないですよこれ、うん、えついでじゃ俺ついで違う卒業ついで、ね、せっかくだから2024年これオンエアなんで、はい、この新年2024年も田中選手にちょっとこのボートレース界を引っ張ってね、はい、いただかないといけないんで、いやいやもう僕は十分やってきたつもりでおるんで、あとはスローライブで、いや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 、バリバリですよね、もう少しだけ、はい、でやっぱりあれですか、ね、もう2023走ってチャレンジカップも終わりましたけど、うん、そのグランプリが次の間あって、うん、やっぱりちょっと18位もこのランキングが見えたじゃないですか、うん、2024年はやっぱりそこ18位まで、いやいやそんなちっちゃい目標は掲げて、うわもう60歳超えて、はい、西島よしのりさんがダービー出てたんで、はい、それを目指したいと、かっこいい、もう60歓迎迎えたら、あれすごいよ、すごいですよね、もう予選落ちしたいけど、はい、関係ない、はい、まあ、とりあえず今村豊さんの39年何ヶ月は抜きたいなと思っているので、はい、それを目標に、すごい、はい、すごい、それを目標にいくとおのずと結果が絶対出てきますので、はい、まあその中で結果が出ればいいよね、はい、すごい、ぼちぼちと志で椿、はい、さんも、はい、新たな、まあ、でもボートは続けれるからね、そうです、そうです、はい、これからもボートの時間は、はい、視聴者の皆さんと同じように、うん、ファンとして楽しんでいきますので、ファンストは、うん、あの日向さんに受け継いでいいですか、受け継いでいただきたいんで、第2代目ファンストの神様でいいですか、はい、2代目ファンストの神、受け継ぎました、はい、お願いします、意向を受け継ぎました、はい、これからは松本日向にファンストの神として頑張ってもらいます、ファンストの仕事お待ちしております、いやでも本当に田中選手が来ていただいたおかげでこの卒業が閉まりましたし、あ、そうですか、よかったです、あの涙は本物だと思ってるんで、いや本当にありがとうございました、とんでもないです、ありがとうございました、ということで田中慎一郎選手ありがとうございました、ありがとうございました、ちょっともらいましょう、田中さんこれ番組オリジナル T シャツなんですよ、サインをいただいて、しかも今日サウナ行かれるから、うん、田中さん電車で来たんやばい普通に入場門から来たから、ただファンの人、うん、急に四ツ橋線で田中さん見ても多分分からんすよね、だっていると思わない、 あっていう顔された人は何人か、いやそりゃそうです、似てる人かな、そりゃそうですよ、新人の頃はそこからずっとバックストレッチを歩いて、ずっと向こうの門からこう練習に入ったから、すごい懐かしかった、さあこちら2名様ですね、サイズは XL ですから、皆さんぜひ大きめに来ていただきたいと思います、次回じゃあロケいいですか、ロケ頑張ります、お願いします、第2代だから椿のあの、はい、パンストの髪を受け継いだ日向ちゃん、パンストをかぶってこう変顔をする、最悪やん、そんなんやった、いや、はい、そんなんやらされた、はい、やらされてないです、自らです彼女は自らです、それを受け継ぎます、受け継ぎます、よそう、頑張ります、頑張りましょう、ということで本当に田中慎一郎選手、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、藤村椿ちゃん来週もいますけども、お疲れ様でした、はい、来週も見てください、はい、ということで今週はこの辺でさようなら、また来週、バイバイ、次回のボートの時間は船券で椿吉の卒業を祝福したい、やばいやばいやばい、大丈夫、いける、ボートレース住之江では15日から第16回森下ジンターハイ争奪戦が開催されます、詳しくはボートレース住之江のホームページをチェック、ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ、クオカード10名様に有料席 MC と招待券を10組20名様にプレゼント、番組ホームページもしくはハガキにてどしどしご応募ください、この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。